さあアテンションプリーズ、パリピ党です。さあパリピという名のでまだ開拓途中でしょうかね。こちらは上の方が多分開拓中かな。さあ下の方はしっかりとねテラコッタ、床は塗りつぶされている。やってきましたパリピ島。さてミンティさんですね、まだ開拓できてないですね。えんやで。さあちょっとマップ見とこう。クマちゃんださあマップ見ましょうか。あ、ノリッペいるじゃん。センスがいいね、ノリッペいるのは。さてハートがすごい。多分コンセプト的にはもうわかるよね、みんな。コンセプト的にはそうだよね。多分ハートとかたくさんしたいのかなっていうのはすごい感じる。多分島クリエイト解放したてって感じだかな。で多分これからどん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 ね、愛あふれる島になっていくって感じでしょうか。島見よう。さあまずね、ほら絶対ライブ会場ある言ったで。いい歌だハート、ハート良いっすね、ハート。ほら、はい、上向いてねーって住宅街とかもね、多分今いろいろやってんだな。ほら多分引っ越しとかさせてんだよね、多分これってね。ほら自分家移設予定時だとりあえず今住宅街の多分ざっくりとした感じをね今作って、今後ねこの辺りをねより開拓していくっていう感じか。ああ引っ越し中だよね。ここがエブルシスターズ。いやめっちゃ花植えてる、めっちゃ花植えてる。やっぱここ、こう花なるよな、この浜辺近くのところって。クマちゃん、クマちゃん家族、クマちゃんママとクマちゃんキッズね、私がお父さんえこんなルーレットあるんだ、これ知らねえ。これラタンインスタポイント、ラタンインスタ。ほらちゃんとずらして写真撮れるようにしてるから、ほらこうやっていいっすねこれね。わあ、花の中にお花畑の喫茶店。とりあえず作りたいところをいっぱいまず作ってって感じで、まだつながってはないけど部品は少しずつ作ってるって感じかな。ほらここもダイナーある、ダイナー。パリピだからやっぱね、こういうナイトプールみたいなとことか、そうダイナーみたいなね、そうパリピポゾーンはね、ここでパリピするね。そうそうパリピゾーン、パーウェーイ。さあお家チェック。ほう、なるほど、この家の中もパリピなんですかこういうカウンターのキッチンがあったりみたいな。うわっ、どきつい色してる。あらやだ、なんかこのビジュームなんだろう、これかわいいね。このビジューム、さよなら、あさよなら隠し曲だ、隠し曲。あリンゴのラグだ、こんなんあるんだね。まあ、梨とかあるもんな。フルーツ部屋です。ありがとうございます。説明も助かります。この、待って、この、何これ、さくらんぼこれ、何これ。お尻みたいやけど、これ。すげえお尻みたい、このさくらんぼ飾ってるやつ。バラのベッド？ここはまだまだです。ここ何も決まってないんだね。とりあえず、大だらきんつけとくね、大だらきん。はい。うわ、これ床もあれだよね。店売りだよね、この床って。そう、音楽部屋の予定だよね、多分これ。音楽部屋書く予定。しっかりと、で、揃えるよ。頑張ってね。お金貯めような、一緒に。こんな感じです。イエーイ、ありがとな。ちょっとこれからパリピ力をね鍛え上げていってくれよ。よし、パリピ頑張ってね。またね、バイバイ。さあやってきました、エリーリエト。しっかり整備はされている。お庭、お家は広い。
ね、羊がめいめい時間はリアルタイムと同じだ。シャンクも来ている。あ、手振ってる。こんにちは、こんにちは。よし、さあマップ見ましょうか。おっと、やばいな、住民が熱いぞ。モニカ、ジャック、いいな、いいな、いいな。住宅街を死ぬほど作ってんな。新キャラが多いっすね、マジで。ねえ、ねえ、プレゼントどうぞ。だってありがとうございます、ありがとう。見ちゃおうと、なんだろうな、これ。開けちゃおうと。監視カメラ、いつも見てるよって、これ完全あれやん。で、帰ってから開けた方が面白かったですや。で、あと、見なかったことにしとこうか。よし、さて、家見ていきましょうか。さて、住宅街、低木と、あー、そうか、お花畑、花壇に、ね、やればいいのか。いつも見てます。いつも見てます。ありがとうってね、ありがとうっていう。いつも見てますって言って、監視カメラを出されるから意味深なんだよな、ものすごく。ねえ。あ、花壇の感じが全部あれだね。すごく可愛らしいよね、ここへん。こういう風にすればなんかいい感じだね。出た、ちょっと、こんにちは。低木は誕生日を意識してる？ジャックだよって。ね、言わね。ジャックくん、ジャックくん、いいな。なるほどね。ホワイトボードとかもある、ほら、ここも。これ誰だ、ここは。ジャックの家。ジャック竹垣、そっか、家の前になんか置いて、かつその誕生日の低木などなどいっぱい置いてたんで、音楽もいろんなところでかけてんのかな。で、これが公園ですね。あ、これ俺座れないかもしれない。で、ここがキャンプ地。うお、キャンプ地火消えてんぞ。ファイヤーしようぜ、ファイヤー灯していこうぜ。ほら、寂しくないようにね、ぬいぐるみもここに置いてんだよ。花壇、ほら、カラフルなベンチに、ユリの花ゾーンですよ、ユリの花。しっかり整備してるよね、ほんと、街並み。で、ここ駐輪場的な、あれね。うん、お店とかここだよ、です。で、看板めっちゃ置いてる。そうか、こういう置き方もありなんだね。で、ピラミッド。ピラミッドにスフィンクスとかあるんだね。アイスクリームとか置いてる。アイスクリーム。カフェやろな、カフェ。アイスクリーム、アイス食わせで。さて、そう、見えないね、ピアノ。あら、いいっすか、聴いてください、僕の演奏、悲しみのソナタ。終わり。あ、ここの、ここ自宅がめっちゃ広いなと思った。で、なんだこのイラストは。出た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 。やっぱグランドライドこうだよな。あ、ねえ、エリーチカ。ねえ、これ、いっぱい並べるといいね。これ、ここ。いっぱい並べるとなんかすごい、おこそかですね。クマちゃんあるで、ほら。ちょっと。ここ。ここ。ほら、ほら。パチ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 。コミケ会場だって、コミケ会場。これくださーいって。さあ、これは和ゾーンです、和ゾーン。竹のランプ俺まだ持ってないんだよ。だってこの竹のこれね、これ欲しい。竹のあんどんかな。で、ここはゲームセンター。はい、揃わない。さあ、ちょっと博物館あたり見ていきましょうか。次は、わー、階段めっちゃ置いてんなー。ここ、このやっぱ階段ドワーってなってるといいよね。絶対多分本人も気にしてると思うけど、これ1マスのこのズレ、やっぱあれだよね、ズレるよねってやつやな。1マスズレるよねっていう、うん、などなど。あっ、ねえ、リーリエ。ねえ、なるほどね。エリーチカとリーリエ。ねえ、パツキンがタイプだな、おめえ。俺も好きやぞ。島の名前の秘密、そういうことだったんだね。みんな果樹園、果樹園コンバートにまとめてるね。いいぞ。金バラだー、金バラ。プライベートビーチ。あ、なんだ、プライベートビーチのところは道がこういう風に階段を置いてて、爪吉のとこ行きやすくなってるってことね。クマちゃん、クマちゃん釣りしてる。でっかい釣り人がおる、でっかい釣り人が。さあ、おうち拝見タイムしましょうか。お邪魔します。
さあお家です。ラグいいね。ラグラグをこうやってね、色を分けているっていうのなんかかわゆい。あ、俺この柄のハムスター持ってないやつだ。かわいいハムスター。モニカ、モニカの写真だ。乙女座生まれ。好きな言葉は憧れの人は未来の私、自分大好き。そして来ました。ここはお風呂です。トイレ借りるね。あー、お風呂上がりにお水は美味しいよね。あー、え、すっげすっげ、見て、ジャケット部屋だ。ジャケット部屋、音楽室の壁にトタケゲのジャケット貼りまくるやつ、とてもいい。ボワーボワー、これはね、全部集めて、全部集めて。そして台所ーってやつ、お弁当作ってる、うまい。さて、おー、ポスター、住民のポスターだね。完全オタク部屋やこれ。布団マイデザインにしてるやん。ほら、キュートなソファー、猫のやつ、ベルのやつ、勉強机、勉強机が可愛いよねこれ。あ、和室、めっちゃ人、これ家族部屋、家族部屋、みんな何人家族やこれ。6人家族や。ミシ、うまい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 。俺や、肉だけ食う。ほらちゃんと見て、やっぱ旅館は貸金庫、金庫とちっちゃい冷蔵庫、これこれ必須ですね。よし、またね、バイバーイ。はい、ということでありがとうございました。